第10章近代日本とアジア4強硬の時代1ここでは戦後強硬震災強硬金融強硬と3つの強硬について見ていきますまずはじめが戦後強硬の話からいきますね戦後強硬っていうのは第一次世界大戦の後の強硬です1914年に戦争が始まって19年にパリ講和会議ベルサイユ条約で終了ですよねでえその後起こる強硬が 戦後強皇です。1920年もう少し細かく見ていきますね、えー、まず1914年の第一次世界大戦って何内閣ですかね第二次大熊重信内閣です外務大臣が加藤高明それからその後は寺内正剛それから原隆と続く三内閣にわたっての戦争になってます。 で、パリコは会議原内閣で、えー、ここで終了ですねじゃあなんで戦後恐慌が起こったのかっていう話に移りますねえ戦争が起こってる間っていうのは日本の商品がめちゃくちゃよく売れたとなんでよく売れたかっていうとヨーロッパ諸国に、えー、ヨーロッパ諸国がヨーロッパで戦争をやってるわけですよねえそこに軍需品が売れるとよくわかるとえさらにアジアにも物がよく売れたとなぜならヨーロッパ諸国がアジアで商売をしとった しかしヨーロッパの諸国は今戦争をしていますとだからアジアに来て商品を売ってる場合じゃないっていう状況よだからそこで日本の商品を売るととてもよく売れたこんな流れですねしかし戦争が終わってヨーロッパ諸国はもう武器いりませんって言って、えー、アジアでも貿易しますって言ったら日本の商品全然売れませんよとそれが戦後恐慌ですだから えー、それで、まあ、大きなこうアップダウンがあったっていうのがこのタイミングね1920年戦後恐慌でしたえ続けてそこから何とか復活をって、えー、やってるタイミングで今度は天災関東大震災に見舞われるんですねとても大きな被害であったとこれに伴って震災恐慌 こここに陥ることにるとなります時の内閣は第2次山本権衛内閣ですじゃあなんで地震になったら不況になりますか地震と恐慌どう関係ありますかここの話をしますね東京会社大阪会社2つの会社の例で話を進めます 東京会社は大阪会社とやり取りをしています。東京会社は大阪会社から商品を購入しました。ありがとう大阪会社と。じゃあ支払いをしますね。100万円はいどうぞ。ではないんですね。やり取りは手形で行われますと。大阪会社に対して東京会社は手形で、まあ、小切手っ,って言ったら分かりやすいですかねえ。支払いをしました。だから大阪会社は えー、現金をお金を手に入れようと思ったらこの手形を持って例えば A 銀行に向かわなければいけないそしてここで東京会社の手形持ってきましたお金くださいって言ってお金を受け取ることになる A 銀行は今度はこの手形を持って東京会社に行って東京会社さんと 大阪会社から手形来てますと「お金払ってくださいね」って言ってお金をもらうこんな流れですねここで震災が起こったことを想定しましょう関東大震災が起こりました影響を受けるのは東京会社ですね東京会社が倒壊した消失したそして倒産したとします東京会社が潰れたらしいと「やばい」って落ち込むのは誰ですかと もし A 銀行の手元にこの手形この後東京会社に持っていったお金をもらうことになる手形があればどうですかってもう返してもらわれへんやんこの手形で100万円受け取れるはずやのにただの紙切れになったって A 銀行は大ダメージを受けますね A 銀行は他にも取引会社があって千葉会社や埼玉会社があるかもしれない そこもまた倒壊してるって言えばどうですかと A 銀行の手元には未決済ただの紙切れになった手形で溢れてしまいますとそうやって A 銀行が倒れるかもしれませんね A 銀行は倒れるとどうなりますか A 銀行と取引をしている B 会社や C 会社もダメージを食らいますえ私たち A 銀行からお金借りてなんとか防 取引できてたのに経営うまくいってたのにもう借りられへんのじゃあやばいって言って倒れていく B 会社が C 会社があるかもしれませんねとつまりこの関東大震災でダメージを受けた東京会社ここは潰れるだけならば私もそうではなくて東京会社と取引をしている A 銀行が潰れて A 銀行と取引をしているたくさんの B 会社 C 会社 D 会社 E 会社が倒れることになりかねない。 そういったことが、えー、いろんなパターンで起こった広範囲にダメージを打撃を受けたのがこの震災恐慌だったんだっていうことですね。これに対して政府は何をしたかっていうと銀行の手元にあるこの手形もう紙切れじゃないですかと大打撃被りましたよっていうそんな銀行を手助けしていきます。 やり方は2つで1つはまず一旦 A 銀行もう誰あの支払猶予を命じますと誰かお金貸してとか返してとか言ってきてももう払わなくていいからって一定期間30日間は払わなくていいからって大倉大臣の井上淳之助はそう言うんですねそしてあなたの手元にあるその手形を震災手形こう読んでその震災手形を保証してあげます あなたに特別融資をしてあげますからって言って日本人口からブワーって吸ったお金をはいどうぞって渡していくんですねそうやって銀行を救おうとしましたね、まあ、全ての銀行を救い切ることはできなくてやっぱり不正は慢性化して不況は慢性化していきますひとまずここで、えー、震災恐慌のお話は終わりです続いて次の強行に向かいます27年金融強行です もちろんつながりがありあますからね震災強行とちょうど震災恐慌のこの手形震災手形をなんとかこう処理していく、えー、いろんな銀行に融資をして助けていくっていうそんなタイミングですそんなタイミングでちゃんとその処理は進んでますかと震災手形の処理はうまく進んで銀行を救済できていますかみたいな話が衆議院の予算委員会で話題になったわけですね 野党が追及したわけですねそして政権与党は、えー、それに対して返答するわけですねえー、この時の内閣は第一次若月玲次郎内閣ですそれに返答する大蔵大臣片岡直春と言います片岡直春は、えー、この時東京渡辺銀行について言及します 東京渡辺銀行はどうもやばいと潰れるんちゃうかみたいなことをこう言っちゃうんよね失言ですよ。東京渡辺銀行が潰れるんちゃうかそう言ったらどうなりますかね例えば東京渡辺銀行にお金を預けてる人はどう思いますかえあの銀行潰れるんって私のお金どうなるんだろうそう思いますよねそう思った彼らはどうしますか速攻東京渡辺銀行に走りまますすよよねねそししてお金を下ろしますよ、ね 多くの人がそうなると、東京渡辺銀行からお金が消えます。お金のない銀行って何なんでしょうね。銀行ではいられない。そうやって潰れてしまうんですね。本当に潰れてしまうんですね。そして、東京これを取り付け騒ぎって言いますね。で、東京渡辺銀行が潰れそうだ。東京渡辺銀行だけじゃないだろうと。同じようにそれと似た。 同規模のの銀行っていいううは危ないだろうみんなそこからお金を下ろすんですねそして下ろしてきたお金をどうするのか潰れなさそうな大きな銀行に入れていくわけですねそうやってえー、っと小さな銀行が潰れて大きな銀行がさらに大きくなるみたいなことが起こりますこれが金融恐慌の第一段階です第二段階に移りますこうした騒ぎの中 別の問題も発生していますねそれは鈴木商店が倒産するということですこの時大きな会社大きな商社やったよねこの鈴木商店がそれが倒産するっていう話になってくるそれは戦後恐慌とか関東大震災で打撃を受けて経営が悪化してるんだだからもうって言って倒産したんですねするとどうなりますかとさっきのパターンと一緒ですよ 東京会社が潰れると A 銀行も潰れる鈴木商店が潰れるとそこと取引をしている銀行台湾銀行が危ないって共倒れの危機に陥るんですね台湾銀行が潰れたらどうなりますかと台湾銀行っていうのは台湾の発見銀行のよ 台湾で植民地経営を行うために日本が作った特殊銀行の一つね朝鮮には朝鮮銀行があるからねで日本の中でも工業の分野農業の分野って言って各分野において銀行を作ってたわけよで、えー、そのうちの一つの台湾銀行これが潰れるってなったら台湾の植民地経営やばいやんってだから台湾銀行を救いましょうっていう案を政府は出すわけ筋が通ってますよね 緊急直例案として、えー、これを提出しますこれに対してスミツインが否決してしまいましたそしてこの内閣は総辞職につながりますなんでって 台湾銀行救わなあかんやんや銀行を救わへんかったらどうなりますかって、まあ、みんな分かってますよねとさっき話をしましたけどみんな分かってますよねと、えー、しかしまあこれが否決されて総辞職になってしまったのが若槻礼次郎内閣ですえ次出てくるのはその後です田中義一内閣じゃあ田中義一は何をするんですかと田中義一、えー、この時ね大蔵大臣が高橋これです高橋といえばえ首相も務めた えそんな人物ですね、えー、彼がこの危機をどうやって乗り切りますかと、まあ、大体同じことをしますね銀行を救え銀行を救いましょう銀行を救うために何しますかモラトリアム発令しましょうよと3週間支払い猶予期間を設けて準備期間としましょうその間に大体落ち着くでしょうとそして えー、銀行支払猶の間に日本銀行お金ぶわっすったらええんやとえそして渡していきましょう救ってあげましょう銀行をって言ってやっていきますこの時、まあ、急いでお金を吸ったもんだから表面だけ吸られた紙幣なんかが、えー、出回ってますね。まあ、その後と回収しましたけれども、えー、そんな形で日本銀行が支えました政府が支えました。じゃあ何が違うかったんと 若月と田中何が違うの銀行を救うこと一緒でしょと違うのは外交方針が違ったんですね若月内閣は憲政会内閣です一方田中義一内閣は立憲政友会です二大政党でねこの時政権交代が何度も行われて、えー、この二つの政党が基本的に政治を行っている方針が少し違うくて 県政界は協調外交そして立憲声優は積極外交まあ積極外交って言いながらも積極的に外交をするのは中国に対してだけなんだけれどもそんな姿勢です。で枢密院がこれを否決したわけですけれども枢密院はこの憲政会の協調外交が気に入らんかったと。中国に対していやもっと強気にいこうよって思ってる枢密院。 そこに不満を感じてたから、あ、ここ、まあいいタイミングやんと。緊急直例案を比較して、総、え、辞、ー、職にって言ってやってしまったよね。その後、田中義一は、えー、その一方で積極外交を進めていきますけれども、えー、こういった外交の問題が、この金融経済の話のところに持ち出されてくるという状況です。はい。えー、以上、金融強慌です。最後にまとめをして終わりましょう。 戦後恐慌から金融恐慌震災恐慌とここまで慢性的な不況が続いていることがわかる。じゃあ慢性的な不況が続いているこの世の中で社会はどんなふうに変わっていきますかと。社会はね企業の集中と独占これが進むんですよ。 例えば大銀行と中小銀行2つの銀行に対別するとするこの強行のタイミングで倒れたのはどんな銀行ですか中小銀行ですよ、ね、と A 銀行東京会社が倒れるんだ危ないんだ東京会社え大丈夫大丈夫東京会社は私の取引先のほんの一部に過ぎないからまだまだ大丈夫ですよ って言える大銀行は潰れないんですよまだまだ私体力あるから大丈夫って言えたら潰れませんと一方で小さな銀行は、えー、東京会社が潰れるとああもうやばいって言って倒れていくんですねそして中小銀行が倒れるとそことやり取りをしていた中小企業が倒れていきます中小企業はそもそも大企業からお金を借りれたらいいですけれども借りられへんから中小き中小銀行から お金を借りてやっとったわけやねそれが中小銀行が潰れたら呪文潰れるとじゃあ誰が生き残んねんと誰が生き残る,か残るかっていうと大銀行それから大企業ですよね大銀行は残っていてその大銀行からお金を借りて大銀行とつながりのある大企業が残るわけですよそして大銀行や大企業は「え中小銀行潰れんのと?あ」とじゃあ買収しますから仲間になってよ 中小企業潰れるんですかと傘下に入ってよそうやって大きくなっていくわけですよねさらに大きくなっていくわけですよえつまりここで何が起こってるかっていうと弱者はどんどん倒れて強者はどんどん強くなるっていうことです弱肉強食がさらに進むっていうことです不況恐慌パニックに乗じて貧富の差はどん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 大きくなるっていうことです国は発展していていっ えー、光の部分が見えてきます豊かになったなって思いますでも闇の部分はより一層濃くなっているっていうのがここで見えることですねはい以上、えー、戦後強行震災強行金融強行と三つの強行をやりました、えー、お疲れ様でした